にちは、のぶです。改めてこんにちはです。10月19日12時4分です。今日はバスターミナルの動画撮ったりしてますが、これから沖縄の産業祭りに行きます。大山公園で引張ります。ということで行ってきます。レッツゴー。一番行きたかったところがこの辺りですね。ご当地ものの新しいものが発見できるかもしれません。さっきの牛中身汁、牛の中身汁。ということでバスで琉球大学まで戻ります。ということでアプリを使います。現在地から琉球大学検索、現在地取得中、はい、取得しました。はい、ということで一番早いルートはこちら、歩いて8分の那覇バスターミナルでバスに乗って琉球大学入り口、帰りと違う行きと同じルートですね。ということでそちらに向かいます。ちなみに今バスターミナル歩いてますが、なんと先
があって、と近道のようです。という方でこのまま向かいます。目がオキコパンさんです、まあ、沖縄のパンメーカーで有名なオキコパンですが、普段は袋売りされているものをバラバラに買って12個400円ということでやりました。いろんなパンが入ってます。12個購入させていただきました。400円。そして次に買ったのが、ここが一番楽しみだ、セーフさん泡盛の箱に入ってるんですが、実は中は泡盛ではありません。中はですね、セーフさんが今回、最近新たに作ったイムゲーというお酒です。泡盛ではない、そして、焼酎でもないというものです。イムゲーです。今回の産業祭りと、あともうしばらく後にある伊東フェアでするそうですが、まだ商品化はされていないそうです。イムゲーです。商品化されてないので、多分こういう普通の制服の箱に入ってるんだと思いますが、芋酒って書いてますね。実際に芋焼酎ではなくて、紅芋と青森の材料である米麹、あと黒糖でできているお酒です。詳しい説明が載ってたらありません。今手元にありませんので、いろんなニュースとかにも取り上げられているので、もしよかったら調べてみてください。試飲させていただいて結構美味しかったんで買ってしまいました。このサイズで1600円でした。はい、あともう一つが、これはちょっと晩ご飯のおかずにと思って買ってきたのが、普通にポテトと魚天ぷらと、あとイカ天ぷらです。めっちゃ青のりの香ばしい匂いがしてるんですが、娘にこのポテトを全部取られそうですが、晩ご飯のちょっとおかずにと思って買ってきました。ということで、この3つで以上ですね。おきこパン、イムゲー、そして魚天ぷらです。で、実際に現地で買ったのは、あと牛の中身炒めっていうのを現地でいただきました。それもなんか一回煮て柔らかくしているらしくて、結構美味しかったです。ちょっと1パック300円で売ってて、1パック買ったんですが、1人で食べきるにはちょっと最後ちょっと味が、沖縄の産業祭り、ありがとうございます。